対流に寄り添ってカップを巻かればまた暗渠に落ちてこようだ。何が見える何が響いてる私はレコードで日々を乗せて針が晒してるノイズ。僕は背景になって君にとっちゃ所詮ゴミ処理。リズムしたレジュメじゃ解けない謎のリズムゲナリさんなれる。街に縁取られた自分を知って伝えします。東京都練馬区で女子高生の行方が分からなくなっています。今月4日深夜自宅から外出した後連絡が途絶えており、警察は事件に巻き込まれた可能性もあるとして捜査を進めています。先ほど僕らホモサピエンス N1 の1回戦の結果が出まして、なんと突破しました。当たり前、そこは素人でも通るわ。1回戦お前どこをゴールやと見定めとんねん。でも去年2回戦で落ちたじゃないですか。ほんま10何年やっててこんな屈辱あるか。あかん、思い出して腹立ってきたな。まあなんでなん、マジで審査員分かってへんやろあいつら。やめとけ。何かしらの癒着を感じんねん。大体な、俺らよりおもんないやつになんで評価されなあかんねん。なあ、ね、あのメール来ました。東京都長嶋聡くん高校生、こんばんは。1回戦見に行ってきました。単純にネタが面白くなかったです。つかみまでにかかった時間が1分、その振りを活かせないまま同じようなボケの羅列でさざ波のような笑いが続き、見てるこちら側を不安にさせていました。もう少し手数を増やした賞レース用のネタを考えてください。なんやねんこいつ。それでは曲いきましょう。ミステリーキッスのデビューシングルで超常恋現象。どちらまで？練馬。ちょっとラジオ止めてくれます？考え事してるので。あ、もう一軒だけ。
運転手さん、最近なんか面白いことありました？うん、面白いこと、タイムオーバーだわ。そこまで興味あって聞いたわけじゃないぞってなってくるから、こっちの心理的に。俺は質問されると選択肢が5つぐらい出てきて、その中からどれがベストか、そして誰も傷つけてないかを考えるから時間がかかるんだ。あんたは思いついたことを何も考えずにパッと答えるから早いだろうけど。早速傷つけたじゃん。なんで面白いことを聞きたいんだ？バズりたいんですよ。バズりたい、要するに SNS でたくさん拡散されたいんです。なんで？なんでって、友達とかバズってるし。本当にしょうもないことに時間かけてんだな。しょうもなくはない、大事なことなんですよ。いいねやフォロワーの数がそいつの値段と言っていいぐらい、就活でも判断基準にされてるぐらいね。どういうのがバズるんだ？単純に笑えるのもそうだし、あとは感動系かスカッとするような完全懲悪系とか、あとは外国人目線からの日本のジェンダー論とかかな。例えば？例えばで言うと、こないだスタバで原稿書いてたら、隣の席から歯医者行きたくないな、虫歯多いって愛された証拠なんだよ、赤ちゃんの頃に親から食べ物を口移し、あるいはスプーンを強要してたってことだからね。マジで？ちなみに僕は虫歯ゼロだけどね、ってイケメン高校生が話してて抱きしめたくなるほどに尊み溢れたとか。気持ち悪い。スタバで原稿っていう謎のクリエイターアピールも余計だし、面白い現場を見たのみならずそれをこんな端的に伝えちゃう私マジセンスの塊っしょっていう隠しきれないうぬぼれ感も気持ち悪い。ものすごい嫌悪感あらわにするじゃん。捏造するわけにはいかないしな。捏造でいいんですよ、これも捏造だろうし。捏造でいいのかよ。あ、いいこと思いついた、運転手さんが自撮りで俺とツーショット撮ってくださいよ。それバズるのか？いいからいいから。できた、見て。そんなんでバズるかい？いい人系もバズりやすいから。つかバズるって言葉早速使いこなしてますね。それ顔にモザイク入れた方が。あ、運転手さんの？こういうの嫌がる人いますもんね。いや、お客さんに。なんで自らなんですか？俺の顔は個人あるいは R18 かよ。なんだ、ほどかか。なんだってなんだよ、お客さん乗せてんだよ、手短にな。こいつ見なかったか？不思議だな、お前こいつと仲良しだろ。うん、便宜上聞いてんだ、さしろ。どういうことだい、兄ちゃん？ああ、弟、こいつ頭がおかしいんだ。もういいかい、兄弟喧嘩帰ってからやれよ。いいよ、とっとと行け。なあ兄ちゃん、指名手配のドブと兄ちゃんが仲良しってどういうことだい？なあ弟よ、あんなタクシードライバーの言うこと信じちゃいけないよ。そうだよな、なんて言ったってタクシードライバーだもんな。そうさ、あの憎いタクシードライバーさ、嘘だって平気でつくさ。ひってえやつだぜ。うーわー、今の写真撮っておけばよかったな、ドラマで見るようなシーンじゃん。嫌なやつなんだあいつ、重箱の隅をつつくような違反の取り方するんだ。ちゃんと免許あるんでしょ？ああ、視力検査は勘で当てたけどな。重箱ど真ん中じゃん、単純に怖えし。大丈夫だよ、取り目だし。なおさらじゃねえか。運転手さんはなんでタクシー運転手になろうと思ったの？
タイムオーバーだわあ、この辺で。5610円です。はい、ちょうど。はい、ありがとう。忘れ物ないように。今年あかんかった、解散。マジで言うてるんですか、柴垣さん。お前と組んでるから売れへんねん。公共の電波でそんなこと言うたらあかんやろ。黙れ、兵六玉なかなか危険悪口やな。はい、ちょっとここでね、次のコーナーに行きましょう。今週のニュースをぶった切る柴垣アイズ。というわけでね、この練馬区の方で女子高生が行方不明になったということなんですけども。ねえ、怖いね。いや、もう無事にね、出てきてくれてたらええねんけど。いや、本当にね、まだ出てきてない感じですか。だからニュースになってるんですよ。ごめん、運転手さん、携帯忘れた。戻ってきて。おい、言っただろ、忘れ物気をつけろって。ねえ、バズってる？言わしてください、無事に戻ってきてください。なんか通知鳴りやまないよ。全然ぶった切ってませんか。マジでバズってんじゃん。いやいや、なかなかやっぱ心配やから、俺も心配やからさ。確かにね、ほんまに。ちょっとなんか心配してます。練馬区の方でね、本当にどうなるんですかね、この後。ラジオもしこれ聞いてくれてたらね、警察によると、女子生徒は午後10時ごろ家族と話した後、深夜に外出。自宅近くのコンビニエンスストアで一人で買い物をして店を出た後、タクシーに乗車したのが防犯カメラの映像に映っていました。この後行方がわからなくなり、6日に母親から警察に行方不明者届が出されました。お前、幸せなのか？別にいつ逃げてもいいんだぜ。閉じ込めてるわけでも縛ってるわけでもない。お前が勝手にここに居ついたんだ。なんで俺ん家来たんだっけな。ああ、腹減ったか。俺はこれから病院だ。そのまま仕事行くから遅くなる。別にいつ逃げたっていいんだぜ。どうだ、オドカワ、眠れてるか。落語聞きながら寝るんだけど。もう覚えちまったよ、ヤブ医者が。調布でどんらくしちゃうの。そうそう、よく知ってんな。私、どんらく消しゴム持ってるんだ。なんだそれ。いや、わかんないけど、ドンラク師匠のオリジナル消しゴム。どこにニーズがあるんだそれ。この世に一つしか流通してないって。なんであんたが持ってんだ。いや、あ、差し上げます。ドンラクの落語は情景がスーッと広がって聞きやすいんだよな。そうか、お経より退屈だけどな。それだけ無心になって眠れないってよっぽどだね。なあ、オドカワ、俺は何に見える？ゴリラだ。待ってる。落語ってインターネットとかで聞くの？いや、カセットテープだよ。カセットテープ？最近の子は知らないんだよ。巻き戻しとかわかんないんだって。いやいやいや、俺らだって触ったことねえけど、蓄音機とか昔の磁石式電話機とか知識として知ってただろ。映画とか見てたら出てくるだろ。ジェネレーションギャップアピールいらねえんだよ。オドカワ、早いとこ結婚したらどうだ。 We are the world のブルース・スプリングスティーンより唐突だな。アルジャローの後に入ってくるやつな。わかんないって。ビクってなるよな、初見。
でも MVP で言ったらブルース・スプリングスティーンだと思うけどな。確かに後半のスティービー・ワンダーに一歩も引かないあの姿勢すごいけど、でもあれ別撮りだからブルース・スプリングスティーンの方が先。お前ブルース・スプリングスティーンの五感に酔ってるよな。言いたいだろブルース・スプリングスティーン。じゃあ3回言ってみるブルース・スプリングスティーン。ブルース・スプリングスティーン、ブルース・スプリングスティーン。言えてねえから。言えてたろ先生。次の患者さんがお待ちですので。あ、なんだっけ。あ、結婚したら眠れるんじゃないか。医者の敗北宣言だな。もういいか行くよ。ああ、強めの薬出しとけよ。これから仕事だろう。すぐ飲むなよ。わかってるよ。おい。何してる？お前が練馬の女子高生失踪事件に絡んでるって情報を得たんだ。なんでここにいるって分かった？家にも行ったさ。まあ車なかったし、無理やり玄関こじ開けてやろうと思ったけどな。で、車をこじ開けようと？お前が捜査に協力したらそんなことはしない。本当に捜査なのかこれ。なんでお前一人なんだ？簡単なことだ。やましいことがないならドア開けてくれ。車内撮影ができるタイプのドライブレコーダーだよな。そうだ。録画の保存期間は？客の乗り降りや変な動きを感知したら録画するイベント録画方式だから、だいたい2週間ぐらい。じゃあ映ってるな。え？乗せたんだよ、ぬるまの女子高生。俺が？とりあえずデータはこちらで預かる。報酬ってやつだ。何かあったらまた捜査に協力してもらう。ただし警察には行くな。もし行ったら？わかんないけど、拳銃持った指名手配犯がお前を殺すんじゃない？最近腰が痛くてさ。あら、大丈夫なの？清掃のお仕事。俺なんかいなくても現場は回るんだよ。社会から見れば掃除される側さ。雇う方からしてもさ、俺みたいなのより若い方がいいだろうし。休んでってテレビ何もいや、笑うとこじゃなくて。違うの？いや、フォローしないと。おお。あら先生、お疲れ様。ビールちょうだい。体調はどうだ、鍵穴？うん、腰以外は悪くないよ、剛力先生のおかげでね。小戸川にはヤブ医者って言われたけどな。小戸川さん言いそう。あんたらからも説得してくれないか。何を？小戸川に大きい病院行けって。あれ、どこか悪いの？変だと思わないか？昔から変だよあいつは。他人が嫌いで皮肉屋で、両親に捨てられたんだ。そりゃ歪むよ。違うんだ、なんかこうもっと根本的な。あ、そりゃこの間大門に会ってさ、妙なこと言ってたんだ。小戸川が練馬の失踪事件に絡んでんじゃないかって。まさか。いや、小戸川の隣人に聞き込みに行ったんだって。そしたら一人暮らしのはずの小戸川が誰かと話してる声が聞こえるって。電話じゃないの？警察はドブを追ってるって聞いたけどな。ド
ブってあのヤバい人でしょ。ママも知ってるんだ。どうヤバいの？なんかクラブで酔って暴れてる半グレみたいなグループを一人でボコボコにした、地下格闘家を一発で KO したとか。なんかわけわかんねえな。でその地下格闘家の所属する団体がドブをやっつけようとしたけど返り討ちにあったって。もうバイオテクノロジーしかないらしいよ、あの人倒すの。どこまでマジか定かじゃないけど関わりたくはねえね。どっちにしろそんな荒唐無稽な話信じられないよ。ところでママ、本当ここだけの話、傷つかないからもう正直に言ってくれていいんだけど、結婚相手に俺って。あ、無理。早っ。なんでよ。なんでって。金か、結局金なのか。お金だってその人の能力の賜物なんだから、そりゃ大事よ。ママは本当の愛を知らねえんだよ。ガキ花と結婚した時のメリット言ってやれ。おお、殴らず。何当たり前のことを比較三原則みたいに言ってんのよ。まあそんなこと言わずにさ、いいじゃん。はい。お疲れ様です、先生。どうした？薬の数が足りなくて。いつから？どれだけ足りないんだ？いつからか分かりませんが今日も減っていました。向精神薬関連で合計6000錠ほど。今日のシフトは。勤務終わりにタクシー乗るってナースって儲かるんだな。私のこと覚えてるんだ。この辺でアルパカはあんたしかいない。何がおかしい、愛想笑いか。ほんと若いやつって何考えてるかわからない。ジェネレーションギャップアピールいらねえんだよ。タクシーの運転手ってさ、モテんの？人によるだろ、そんなもん。可愛い子とか乗ってくるでしょ、それこそアイドルとか。うん、たまにはな。いいなあ。あれからどう？バズってんの？勘弁してよ、もう。